でも片付けます。仕事はすべて終わりましたので、そちらに出来上がった書類を今から持っていきたいのでちゅが、今からよろしいでちゅか。それでは。失礼ちまちゅ。これでちゅ。今日からリニアちゃんが来たでちゅからね。いいでちゅよ。後にしても困るのは所長でちゅしね。じゃあ霧島はこれで上がるでちゅ。失礼しまちゅでちゅ。自分の部屋の行き方知らないのです。はい、ごめんなさいです。でもリニア、どこで時間を潰せばいいのでしょうか。
一杯だったんですよ。そうそう。何やってるんですか？こんなところで大きな声出して。またくだらないことでリニアちゃんを困らせてたんですか？はあ、なんでちゅかね、この子供みたいなおっさんは。ね、リニアちゃん行くでちゅ。こんなおバカ上司と話していたらバカになってしまいまちゅ。はい、20分も遅刻でちゅよ。そんなことは言い訳にはならないでちゅ。さあとっとと仕事に着くでちゅ。20分遅刻でちゅから朝のコーヒーはなしでちゅからね。はいはい、まずはこの書類から。いつものことでちゅ。月末でちゅし。
おべっか使っても仕事は減りませんでちゅ。そうでちゅね。そろそろ昼休みでちゅものね。事務処理でしょうから、私がサンドイッチを作ってきたでちゅよ。別に私だって、所長に意地悪したくて厳しく当たるわけではないでちゅよ。所長がふざけすぎだからでちゅよ。すぐに調子に乗る。ささ、とっとと食べてしまって残りの仕事をするでちゅよ。外れの新入メイドさんとかもありましたでちゅから。あ、そうだ。設備保全課から新しい書類が届いたでちゅ。ああ、こればかりは。全ての廊下の蛍光灯が暗くなってきたので一斉に取り替えたいと。全部で4万本でちゅ。つけるのだって大変でちゅね。日曜日でちゅから、まあ諦めて仕事するでちゅよ。そうでちたか。残念でちゅね。誰かと約束でもしてたのでちゅか。そうだったのでちゅか。整備長さんとでちゅか。お前って私でちゅか。嘘つき。どうせ仕事が嫌だから機嫌取っているのでちょ。出ないでちゅ。そんなこと嬉しがるわけがないでちょ。だいたいなんでプライベートまでバカな上司と一緒にいなければならないでちゅか。え、あのでちゅね。週明けまでにはあげておくでちゅよ。
ヒロさん、お仕事お疲れ様です。高ヒロさん、桐島さんにお聞きしたら今日は残業だと言われていたので。お仕事が終わったら美味しいお茶でもお入れしようと思いまして。はい、リニアはこれといって特にはないのですが、人を待つのは得意な方ですよ。お仕事中だとお邪魔になるかなと思ったのですが、やはり仕事が終わった後でもダメでしょうか。これは抹茶といって、高博さんの生まれ故郷の日本のティーなんですよ。はい、まあ細かい作法は抜きにしてますが。はい、緑色でなんかとっても涼しげでいいですよね。できましたよ。